はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回はおすすめできる Bluetooth ワイヤレスイヤホンご紹介いたします。結構ですね、クラウドファンディング支援者募集中の時に話題になって、なんとね、これ2億円もの資金をね集めたという大人気のワイヤレスイヤホンなんですけれども、結構多くの YouTuber の方もね紹介されているイヤホン、今回私も紹介させていただきたいと思います。今回ご紹介するのはヨビボというところから発売されてます世界最薄クラスのワイヤレス Bluetooth イヤホン、カード20、カード20というモデルご紹介いたします。なんといっても特徴はこの薄さです。もうこれが一番ですね。見てください、めちゃくちゃ薄い、このようなケースになっています。一般的な Bluetooth イヤホン、結構多く紹介しているイヤホンというのはだいたいね、まあコンパクトとはいえこういった形のケース、まあこんな感じのケースにね入っていることが多いです。まあこれはねそこそこ大きめのサウンドピースのものなんですけれども、それに比べると見てください、これね面積的には例えばねこんな感じでちょっとでかくはあるんですけれども、ほぼほぼまあ似たような感じなのにめちゃくちゃ薄いと。ですので、まあ、ポケットとかですね、カバンの隙間、そしてちょっとしたポーチ、まあ財布なんかにも、長財布、結構容量大きいものだと、マチが広いものだとね入るかと思います。今回こちらブラウンですけれども、このね色味も非常にいいですよね。かなり人気の色っていうのを研究されている感じありますね。まあ一色なものが多い中でカラバリの展開っていうのもあるのも非常にいいかなというふうに思います。このようにロゴが入っていまして、後ろには擬的マークもシールですけど貼ってあります。これね、こういったクラファンとか結構海外のイヤホンっていうのはね、この擬的マーク抜けていることが結構多いんですけれども、まあこのように後付けですけども対応していただいているということで問題なく使えるかと思います。そしてまたね、このおしゃれな場所にね充電ありますね。タイプ C です。だいたいねこう横にあるんですけれども、これ薄さがゆえに薄いのでタイプ C を取り付ける場所すらないということで、苦肉の策で多分ねこの裏に入れたんだと思いますけれども、すごいですね、この薄さで充電機能までついています。では開けてみましょう。これ本体がもうねそのまま見えているデザインなんですけれども、ここから取れるわけではなく蓋があります。このようにパカッと開けますとイヤホンが登場いたします。これ今ね開くとパワーオンになりまして、ペアリングされた状態です。これ非常に取りやすい形にはなっていますが、非常に薄いです。このイヤホン自体も非常に小さくて軽いです。見てください、このぐらいの薄さ、コンパクトさです。もうね親指の先隠れるぐらいの大きさですね。そして今回特徴なのはカナル型ではありません。このようにインナーイヤー型のイヤホンです。ポコッとね可愛らしくこのようにスピーカーというかねドライバー部分の開口がありますけれども、それ以外は非常にねシンプルな、まあ、丸い形を基調としたデザインになってまして、こんな感じで薄いねイヤホンです。なかなかこれはねデザイン外観的には良くないですか。おしゃれですよね。もうかなりおしゃれなイヤホンに仕上がっているかなというふうに思います。武骨なイヤホン多い中で、まあこれはねかなりミニマリストとかね、あとはデザイン気にする若者なんかには受けるんじゃないかなというふうに思います。これペアリングすると自動再生されますね。機能面見ていきましょう。これ4時間です。さすがにねこれだけの小ささなので長時間ロングライフというわけにもいかずね、その分4時間のバッテリーになっています。充電器込みで20時間持ちますので、まあね普段使いには何とか耐えれるぐらいの容量かなというふうに思います。そして装着感なんですけれども、これはね完全に好みが分かれるところで、カナルタイプではないのでこのようにイヤーピースというものはありません。こんな感じでそのままこれ耳につけるだけですね。非常に軽い 3.5g ですので、まあ、私の耳の場合問題なく装着して普段使いであれば落ちることもない、軽いので落ちにくいっていう点があります。ただ一方で防水性は IPX4 防水なんですけれども、
ランニングとかをするとここね汗かくとやっぱり滑るというかね、水がここにあると滑るので耳から落ちやすくはなるかなというふうに思いましたけれども、ジムとかで、まあ、静かなところとかね、そんなに上下運動振動がないようなところであれば、これつけたまま運動もできるかなというふうに思います。最近結構これ使っていますが、やっぱりねインナーイヤー型ということで外の音がねある程度聞こえるというところが、なかなかね普段使いにはいいかなというふうに感じています。密閉式だとやっぱりね外の音聞こえずに、高い便業者来た時も分からずとかね、なかなか不便な点も多いので、まあ、音質を完全に取るか、こういったインナーイヤー型でラフに使うかっていうところは、まあ、好みであったりシーンによって使い分けかなというふうに思っています。気になる音質ですけれども、これがまたねいいんですよ。非常にクリアな音で中音域が強いです。やっぱりねこういったインナーイヤー型っていうのは低音が抜けやすい部分もあるので、ズンズンどんどこっていう感じではないんですけれども、非常に、まあ、SNE というのかな、音量も取りやすくて、インナーイヤー型にもかかわらずしっかりと音が聞けるという点ではなかなか高評価な音質。この小ささからは、想像できないぐらいの迫力あるいい音が出るなというふうに正直驚きました。本当見栄えだけ言うとね、そんないい音出ずに、まあなんかラジオ品質ラジオ音質なんだろうなと思うかもしれないですけれども、なんとこれですねクアルコムの QCC3020 搭載してまして、 aptX にも対応してるんですよね。そういうことを考えますと音質にもこだわっていて妥協がない、そしてなおかつこのように薄くてシンプルでスタイリッシュかっこいいというね、まあなんか憎いやつっていう感じですよね。まあ、値段は今 Amazon でも販売するようになりまして、クラウドファンディングからね楽天 Amazon でも販売されているようですけれども、まあ、13,800円の 10% オフかなクーポンがあるというようなぐらいの価格帯で、少しね高めではあるんですけれども、まあその価格に似合っただけの品質デザイン持っているかなというふうに感じました。そして操作ですけれども、タッチ式です。このようにタッチすることで操作するタイプです。結構ね特徴がありまして、左側のタップを2回すると再生停止、そして右側のタップ2回すると曲送り、3回タップすると曲戻しというねタップ方式になってますので、このあたり説明書1回見るのがいいかなというふうに思います。ボリュームの音量調整はできないみたいですね。通話できます。マイクどこに入ってるのか分かんないんですけども、通話も可能となっている、なかなかなスペックです。そして一部のレビューの方で、これ再生時に青いボタンが点灯、まあ、5秒ぐらいおきにこうつくというふうなレビューがあったんですけれども、これを私のね今回提供いただいたモデルはそこは改善されているのかわからないですけれども、再生しても全くここね点灯とか光ったりすることはありませんので、そのあたり結構聞かれるんですよね。こういったイヤホンって再生中光りますかっていうのをねかなり聞かれるんですけども、やっぱり再生中光るかどうかっていうのは気にする人が多いんですかね。私はねあんまりそこ気にしたことないんですけれども、夜とかですかね、耳がピカピカ光ってるとやっぱりかっこ悪いとかダサいとかいうような風に思うのかなという風に思いますけれども、光らないと、青く光らないと、オンにした時とペアリング時だけかなという風に思います。あとバッテリー残量、今真ん中にねこの3つ LED がピカンと光りましたように、残量表示も分かりやすくなってますので、必要最低限の機能プラスアルファね備えたイヤホンかなというふうに思います。これはなかなかうまくまとめられた女性にもね向いているおしゃれなイヤホンかなというふうに思います。おしゃれだけじゃなくてね機能性も備えていますので、ぜひ気になった方参考にしていただければ幸いです。ということで今回はこのように非常に薄型で、そして音量音質もなかなか良いコンパクトなイヤホン、ヨビボから発売されているカード20というワイヤレスイヤホンをご紹介いたしました。では今回も見てくださりどうもありがとうございます。